子供がいない叔父が亡くなって、私たちいとこ4人に相続が降ってはいた。お金持ちだけど、趣味人な人だったので、現金自体は少なめだった。代わりに、クルーザーだの車だの、興味がない人間には、どうするんだよ、これ。な困った遺産だらけだった。クルーザーなんて置き場所に困るし、誰も船舶免許がない上に、みんな、超船酔い体質。車も外車で古くて、部品は本国から取り寄せないとないような代物。もらったのはいいが、維持費や経費が半端ない遺産なんて困るだけだった。おじさんには悪いけど、さっさと売り払ってしまおうぜってなったんだけど。私のところを含め、いとこそれぞれの義実家の姑が反対してきた。車のことはよくわからないけど、売れば、その趣味の人が、とても高く買ってくれるだけでなく、手に入れようとしても、そうそう、手に入らないものだから、もったいないと言ってくる。要するに、その金のかかる遺産を維持して、時々、義実家の親戚兄弟にも無料で使わせろ、って話だった。私のところへは、姑と義弟が代わる代わる押しかけて、私を夜も寝かせないくらい責め立てる。ちょうど、いとこへに離婚話があったので、現金と土地家屋はそのいとこへという話だったのにも反対してきた。いとこへの夫は、勝手に同居を決めて、勝手に義実家へ家出して、こっちに来ないと離婚してやるぞ。という俺様マザコンだった。慰謝料も養育費も怪しいし、それなら、おじの遺産をいとこへにと、いとこ同士で話がついていたのに、なぜかそれを聞きつけて、それぞれの義実家が乱入してくる。夫に文句を言うと、なんかごめん。ちゃんと言っておく。というので、ずっと夫が味方だと思ってた。ある日、携帯を片手に、スーッと今から出ていく夫を、不思議に思って探しに行くと、うんうん、わかってるよ。私こ、今、だいぶ弱気になってるから。もう一押しだよ。味方だと思っていたが、私を責め立てるように、義弟に依頼していたのは、夫本人だった。船舶免許もないのに、クルーザーが欲しかったらしい。維持費とかも、嫁実家の遺産なんだから。有意義に使ってやる代わりに、免許代やマリーナパークの会費使用料を、嫁実家が出すべきと思ってたようだった。嫁を責め立てるだけで、無料で、クルーザーが手に入ると思ってたらしかった。それまで、堅実で、趣味らしい趣味もなく生きてたはずの夫が、クルーザーを目の前にして、狂ったようになった。しかも、他のいとこの夫も、似たような状態で、クルーザーと車の権利をめぐって、夫同士が喧嘩にまでなった。結局、私はクルーザーをめぐる夫の破壊行為と、私への DV で離婚。いとこへは、遺産のことを夫側に知られる前に離婚届を出し、離婚後、遺産相続した。でも、その後、遺産のことを知った元夫に、復縁を迫られている。他のいとこの夫たちは、車とクルーザーでテンパったものの、エネミーでもなく、妻への攻撃もなかったので、今は夫婦円満になっている。円満なので、いとこの夫たちは、叔父の遺産の趣味のものを手に入れて、維持費で、小遣いが厳しい。と言いつつ楽しそうだった。以下、元夫の名言。あいつらだけずるい。離婚しなかったいとこの夫。お前が俺と離婚したのは、遺産を独り占めしたかったからだろう。卑怯だ。俺のものだったはずなのに。いとこへの夫のせいで、俺まで離婚になった。母さんたちが、ちゃんと私子に言ってくれてたら、ちゃんとなったのに。ロースクールに行ったというのは、嘘だったのかもしれないと思ってる。